ございます。ということでね、今日は僕の浪人時代のね毎日ルーティンを紹介していきたいと思います。本当にねこれをやったことによってもう成績も偏差値が20以上上がった記憶がありますので、ぜひそれをねなるべく再現したつもりなので、皆さんぜひ見ていってください。まずは朝起きるとこですね。朝は結構苦手なんですけど、人間の脳みそが活性化するのは起きてから約3時間後って知ってましたか？だから授業が9時からだったら大体6時ぐらいに起きるようにね当時は心がけていました。またベッドの位置を結構カーテンの近くとかにして寝ることで、すぐにね日の光を浴びれるっていうのがねめちゃくちゃ良くてですね、日の光を浴びると結構ねすぐシャキッと起きれるのでおすすめです。朝起きてまず何しますかと言われたらもう完全に風呂ですね。で風呂に入って、体をシャキッとさせるだけじゃなくてですね、この時は勉強のこととかも考えずにもう今日もやってやるぞみたいな感じでね歌を歌うっていうのがね完全にハマってましたね。ママで普通にひげ剃り、歯磨き、ドライヤーなど普通にするんですけども、ここで大事なのがこのコンタクト。これコンタクトを入れて予備校に行くっていうのがもう本当に日課でしたね。これなんでかというと、もうコンタクトを入れた方がシャキッとして、もう非常に勉強モードに切り替えるってことが僕はできていたので、こういう皆さんもね何か一つ勉強のスイッチを入れるアイテムがあると非常にいいかもしれませんね。とここまでが僕の浪人時代の朝のルーティンなんですけど、最近僕も初めておすすめな超簡単なスキンケアをここで紹介したいと思います。オキシパーフェクトモイスチャーという商品です。これ何がすごいって、化粧水と乳液と美容液とクリームが一つになってる、これオールインワンなんですよ。浪人時代って時間も限られてるからスキンケアなんてする男性多くないと思うんですけども、今は鼻緒とか周りの人たちも意識してる人めちゃくちゃ多いんで、俺もなんかしなければなと思ってるんですけど、正直詳しくないから何やったらいいか分かりませんよね。だから美容にめちゃくちゃ疎くてもこれ一つでスキンケアできるからめちゃくちゃ楽なんですよね。で全くベタベタする感じがなくてしっとり感がすごいんですよ。お風呂上がりにちょちょってやるだけなんで、浪人生のようなね全然時間のない人たちにもおすすめの商品になってます。でね、朝ごはんなんですけど、この毎日食ってたかと言われて食ってない時もあったんですけど、結局ちょっとちゃんと食べた時の方が授業の集中力が高かったんですよね。で食べ過ぎてもダメなんで、今画面に映ってるようなこれぐらいの量がね僕にとってはちょうどいい量でした。電眼選手ボタンが入りませんね。もうこれなぜかというとですね、僕ね浪人時代に20キロ太ったんですよ。もうこれ20キロ太っちゃった原因はもう完全に受験のストレスですね。もう食べちゃってました、めっちゃ。だからですね皆さん、食べ過ぎにはくれぐれも注意してください。で僕電車で通ってたんですけど、この電車の時間が限られてるんで、その中でどれだけの単語を覚えられるかみたいなちょっとゲーム感覚でね暗記物を通学中にやったりしていました。これやるとですね非常に効率がよくはかどっていた、そういう記憶があります。予備校に着くとまず受ける授業の予習の内容を思い出していました。そこでどこまで自分は分かっているのかっていうのを確認して授業に臨むと、分からなかったとこだけ集中して聞けるようになりますよね。そうすると授業を聞く意味が増すんですよ。これが成績アップにはもう大事な姿勢で、ノートとかにその気づきをしっかりメモするってことを授業中は心がけていました。これによって予備校の授業を本当にうまく活用できたような、そんな気がしています。授業を聞く時のポイントは、先生の説明をなるべく自分の言葉で解釈し直すってことですね。だから浪人時代は基本的に予習中心で、授業で疑問に残ったとこだけを復習する、そういう形をとっていました。で問題を解くときに意識していたのは、その一問一問を一言で言うと何だったのかっていうのをしっかりまとめてあげるということですね。これが本質的理解につながるので、しっかりノートにこの問題ってどういうことだったのっていうことをしっかりまとめるってことをやってました。授業が終わるとみんな大好き自習室ですね。予備校の自習室なんで周りに多くの受験生いるんですよ。だから自分も頑張ろうみたいに思ってもう頑張れるっていうのが非常にいいところですね。でここでは授業の予習7、復習3くらいの割合で勉強していました。特に数学や理科のような科目は分からない問題にぶつかっていかに試行錯誤したかっていうことが非常に大事なんですよ。だからこの段階に来ると予習でいかに分からない問題にぶつかったかっていうのが非常に意味なすんですよ。
それで意味不明だったところを授業で聞いて、それを再度復習する、このサイクルで浪人時代は過ごしていました。で、自習も終えたらもう憂さ晴らしにバッティングセンターよく行ってましたね。もうバッティングセンターではもう次こそはいい点取るぞみたいな気持ちでもう打ってました。もう野球大好きなんでね、もうこれが僕のね一つのストレス発散です。よく食べてたけど。家に帰ってきましたね。家に帰ってくるとまだやることあるんだけど、ちょっとふわー疲れたなーって、そんな感じになりますよね。そんな時にこんなものが目に入ってきました。そう、目標シートです。で、この目標シートには僕は1年間を4ヶ月 ×3 に分けて考えていたので、それぞれの時期に応じて目標とするべきことを書いていました。で、この目標シートのポイントは自分の目に見えるところに貼っておくということです。この目に見えるってことで、こんだけ疲れてた時でもわあやらなきゃなって、そんな気持ちになって気持ちを奮い立たせて勉強に臨んでました。で、もう一つ貼っていたのが僕自身の乗り越えるべき壁、つまり苦手分野ですね。それを英語、数学、物理、科学と4科目それぞれについて、苦手なところとそれに対して何をするのかっていうのを書いていました。これをやることによって、今お前はこれが苦手なんだぞっていうのをしっかり把握して勉強に臨む、自分の苦手分野を忘れないっていう効果があります。これを意識してこの壁をいかに越えるかっていうことを普段は意識して勉強していました。で、勉強で来てるんですけど、休むときはしっかり休んでましたね。本当に僕木曜日の夜10時は秘密の嵐ちゃんを見るって決めてたんで、その時間は勉強ができないと思って、非常に勉強を頑張っていた、そんな記憶があります。だからね、ずっと勉強ってわけじゃなくて、休むときはしっかり休む、このメリハリが大事だなと思います。で、夜お風呂入りますよね、その入浴後にもこのオキシパーフェクトモイスチャーおすすめです。こちらですね、本当にもう本当先ほども言いましたけど、しっとり感あるのにベトつかなくてめっちゃ気持ちいいですし、もうめっちゃ楽なんで、もうパッてやるだけで大丈夫なんですよね。リラックスシトラスの香料付きのやつもあるんですけど、香りが気になる人は無香料タイプもありますので、ぜひ概要欄の方に貼ってるんで、ぜひチェックしてみてください。で、ついに就寝です。で、寝る前にわあ今日は勉強であそこつまずいたなとか、そんなこと考えつつ、明日はこれをやろうとポジティブな気持ちで寝るようにしていました。それでは皆さん、明日から4月になりますけども、受験勉強頑張ってください。おやすみなさい。